はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、今回ちょっとお試しでプレイさせていただくのが、龍が如く3ということで、私ね、龍が如くのね、極み2ですね。0、1、2までやってきたので、先のストーリーが知りたくてですね、3をちょっとプレイしてみようかなと思いまして、現在プレイさせていただこうと思っております。ということで、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。半年ぐらいですね。3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気でね、半年ほどプレイできない時期がございました。ただありがたいことにですね、その間もチャンネル登録してくださる方増えておりまして、現在180名をね、超えるといった状態になっております。ありがとうございます。2022年のですね、11月の後半でございますが、それだけの方にサポートしていただいておりますが、2022年の間にですね、1000名目指して頑張っておりました。ただこの動画がね、投稿されるのは2024年の1月になっておりまして、1年とちょい先の話になりますが、どうなっているかわかりませんが、その頃にはね、1000名確実に超えていることを、願っております。ということで、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということでですね、自己紹介させていただきましたので、龍が如く、3、最初ね、設定だけやっていきましょう。では、準備いたしますね。まずですね、オプションからいきます。これがね、逆っていうのがね、多分ね、主観モードっていうのは今回あるのか。多分ね、順方向の方がいいと思うので、これ全部順に戻します。うん。で、本当がゴシック隊。ゴシック民調。どっちがいいかな。ゴシックの方がそれっぽいっちゃそれっぽいけど、まあ、デフォルトが民調なんでね。はい、それではニューゲームということで始めていきたいんですが、このゲーム2009年にどうやら発売したらしくて、まあ、その当時のね、世相に合わせて法令等ですね。そのまま、詰め込んでいるといった状態でございまして、これ、極みじゃなくてですね、リマスターじゃなくてですね、リメイクじゃなくて、ね、リマスターですので、基本ね、画質が良くなっただけっぽいんですよ。だからね、極みの時みたいにね、綺麗な画像にはなってないんで、まあ、その辺がね、プレイできるかどうかわかりませんが、とりあえず行きます。イージーでもちろん行きます。これね、音量のバランスがね、龍が如くシリーズのシステムデータが見つかりました。あ、いいね。音量のバランスがこれどうも調整できないっぽいから、今エクストラなかったんだよね、音量調節がね。さあ、でも画質綺麗だね、十分ね。プレイステーション3だからね、多分ね、これね。はるかちゃん。お!キリュウさん。うわ、懐かしいな。懐かしい。今日の晩飯だ。さあ、そろそろ夕飯の支度をするか。うん。あのさ、ご飯って買いに行くもんじゃないんだね。キリュウにとっては。捕まえてくるもんらしい。こりゃあね、何があっても生きていけるね。自給自足でね。さあ、夕飯だ。みんな、席について。はーい。あ、これなんか気流っぽくないな。しょっぱなからだけど。おいしそう。うまそう。あ、リキア兄ちゃんだ。わー、兄ちゃん。おい、お前たち。リキア兄ちゃん、やってやろうよ。ねえねえ、遊ぼう。兄貴、どうしたんだ。何かあったのか。親父が撃たれた。さて、異常に腕が太い桐生ちゃんでございますが、グラフィック的にはかなり厳しいものがあるな。同日同時刻、東京都心部。でももう登場会とは関係ないよね、もうね、おそらくね。ええ、はい。
今は変わります。逃げてきたもんね、だって東京からね。お電話です。誰だ。例の計画の件でと言えば分かると。道島です。ええ、あ、これ大吾か。だからその件に関しては先日お断りしたはずじゃ。道島大吾さんじゃないかこれ。ええ、そうです。この件登場会は一切手引かせてもらいます。だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても答え同じだ。それじゃ。会長。うん。今の電話、例の沖縄の一件では。本当に断っていいのでしょうか。どういう意味だ。お言葉ですが、今本家は直系白鵬会の上がりでやっていけてる状態です。もしあの沖縄の一件うちが引き受ければ、この先10年は食っていけるだけの金が本家になだれ込みます。ざっと見積もって1000億、いやそれ以上の金が。それに今あの男に恩を売っておけば、後々政界との強いパイプが。黙れ。そんなことは役も承知だ。だがあの土地は奪えねえ。四代目の剣ですか。登場会は四代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。また厄介なことに巻き込まれてんな。おい。はい。急いで本部へ戻ってくれ。会長、会食のご予定はどうされるんですか。キャンセルだ。それより今沖縄の土地買収を勝手に進めるような連中が出ないよう組織を固める方が先決だ。なんかまた内輪もめか。登場会内部での、これグラフィック的には多分ね、ゼロと同じぐらいのグラフィックなんだよね。ゼロ、極み、極み2で進んでんだけど、極みと極みにはね、リメイクだけど、ゼロはね、多分リマスターだから、ほぼその時と同じグラフィックだね。だからちょっと綺麗になった程度で、極みの時ぐらいの綺麗さはないね、やっぱりね。会長。なんだ？実は先ほど会長にお客様が。誰だ？それが、何？本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに？今会長室にお通ししてあります。誰だよ、誰が来たんだ。分かった。ちょっとこれね、音量とか効果音のバランスは変えたいな。この登場会の本も何回も乗り込んだからさ、だいたい家の構造が分かるんだよね。どんな感じだったか。何回ここに入ったことか。お、風間さん、あなた死んだはずじゃ。驚かせましたか。なんで風間のおやつさんじゃ。これは今のあなたにとって大切なものです。これは沖縄の土地の権利書だが、あの土地には四代目が。知ってますよ。あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうしてそのことを。今我々は登場会に沖縄の土地買収の件から
降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。あなたは搭乗会の6代目、3万人の構成員を養うにはそんなことは言ってらんないでしょう。それでも俺が断ると言ったら。それは困りましたね。おじき。中原は今手術してます。どうなんだ親父の容体は。くそ。咲ちゃん怖かったね。グラフィックがお前は大丈夫だったのか。犯人は割れてんのか。いえ、お嬢と二人きりのところを襲われたんで。親父は腹に数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書がなくなってました。何？絶対玉城組の連中に決まってる。奴ら1年前のことで俺たちを逆恨みして。いや、それがどうも違うみてで。ん？どうしたんだ、サキ。誰ですか？これはこいつが撃ったのか。え、これって兄貴。こいつ兄貴が知ってる人なんすか？ああ、俺の死んだ親父、風間のおやっさんだ。さあ、ちょっといきなりセーブデータ保存来たけど、ここはもうちょっと家で行きましょう。はい。第1章、別れと旅立ち。まだ始まったばっかりだからね、セーフもクソもないよね。2007年1月某日、東京神室町。寺田幸雄、懐かしいね。今日、立つのね。ああ。そう。私もお別れを言いに来たわ。ああ、佐山さん。もうお墓参りは済んだの？いろいろお世話になった人に報告する必要があるんじゃない？そうだな。墓前に手を合わせて過去を思い出すのも必要かもしれないな。ああ、これ。何これ。ちょっと待って、移動スピードめちゃくちゃ速いんだけど。だいぶ古さが目立つな。設定は、ちょっと待ってね。設定は、カメラ設定は良さそうかな。右に回すと右、左に回すと左、上、下、大丈夫だね。みんなの墓に挨拶していこう。あー、これ続けられるかな？ちょっと心配だな。字幕設定あり、ミニマップ、主観、フォント、道を、これだけしか変えられないか。設定。いやー、これは心配。もうお墓前で済んだの？はい。まあ、風間慎太郎たちも思い出してもしょうがないんだけどね。知ってるからさ、全ストーリー。風間のおやつさん、俺があなたから受けた恩は計り知れません。関東の極道を束ねる東城会の幹部でありながら、ひまわりという養護施設を経営し、俺を育ててくれたこと。
堂島組長殺害のために登場会から破門され、10年もの間刑務所にいた俺のことをずっと気にかけてくれていたこと。出所した俺が登場会から追われる身になってしまった時にも、風間組の力を使って俺を陰ながら支援してくれたこと。そしておやつさんが身を挺して、遥かを救ってくれたこと。おやつさん亡き後、俺は登場会の4代目として後を託され、なんとか構想を終わらせることができました。そして俺と同じくおやつさんに恩がある男、近江の寺田に5代目を任せ、俺は極道から足を洗いました。その後、関西の侵攻と、呼応するように起こった海外組織神宮派の復讐劇、しかしその危機も乗り切ることができました。二十数年前、同時組が神宮派を神に滅させた事件の際、おやつさんが命を救った人間たちが長きにわたる復讐劇に幕を閉じさせたんです。登場会は今まだその進化を問われています。俺が信頼するあの男ならきっと登場会を引っ張っていくことができるはずです。だからおやつさんは安心して眠りについてください。本当にありがとうございました。ユミ、俺とお前と錦、親友だった俺たちがひまわりで無邪気に戯れていたあの頃が懐かしい。俺と錦はひまわりを出て堂島組に入ってからも、お前に会うためにお前がホステスをしていたセルナによく顔を出していた。三人が仲良く笑っていられた時間、今ではもう遠い夢のような日々だ。あの日、お前を拉致した堂島組長が錦によって殺されるのを目の当たりにしたお前は、事件のショックから記憶を途絶してしまった。失意のお前が身を寄せた男、大義士の神宮恭平との間に設けた子が遥だった。だが記憶を取り戻し神宮の野望を知ったお前は、遥をひまわりに預け、風間のおやつさんや世良会長と共にあの計画を実行に移した。ユミ、お前とはもっと話がしたかった。遥も同じ気持ちだ。だから必ずまたここに会いに来るよ。錦、俺の親友であり兄弟だった男。孤児として共にひまわりで育った俺たちは、登場会の大幹部、堂島総平が率いる堂島組に身を寄せ、極道に足を踏み入れた。だがあの日、お前が堂島組長を殺したあの時から俺たちの人生は大きく変わってしまった。俺はお前に意味を託すと、お前の罪をかぶって空白の10年を過ごすことになった。そして俺が犠牲となってまで救ったお前は、ユミの失踪、そして実の妹の病死中出来事の果てに生きる目的を見失ってしまっていた。10年の時が経ち、出所した俺の前に現れたのは、登場界の頂点を目指すため、己の野望のためだけに生きるお前だった。登場界から消えた100億をめぐる事件の中、俺たちは道を違え、かつての親友同士で争った。だがそれでも忘れはしない。あの時お前が命をかけてしてくれたことを。俺が今こうして生きているのはお前のおかげなんだ。錦、お前は最後まで俺の親友だったよ。だから今は安らかに眠ってくれ。ちょっとこの、どうしようかな。微妙だな。関西の大組織、近江連合の本部長であり、四天王と呼ばれた大幹部の一角を担っていた男、寺田。お前は関西の人間でありながら、恩を受けて風間のおやつさんに協力し、100億をめぐって割れた登場会の内部構想を収めようと動いていた。俺はそんなお前の義教心を見込んで、登場会の5代目をお前に託すことをした。お前はその役目通り、構想で弱体化した登場会を立て直し、関西の侵攻から守るため、近江連合の合田会長との五分の杯まで考えていた。だがその裏では二十数年も前に所属していた組織の掟との間で葛藤を続けていた。それでも俺は信じた。風間のおやつさんへの恩義に傷つけたお前の自分を信じてくれという言葉を。寺田、俺はお前のおかげで最後の最後まで人を信じることを諦めてはいけないと知ることができた。お前が守ってくれた登場会、かつてお前が望んだ姿を取り戻せるようにあの世から見守っていてくれ。ねえ、もう母前に報告することはない？もうでもいないよね。登場会は今また進化を問われていますと。もうないから、じゃあ佐山と話するか。ねえ、回転が早いな。あ、もう済んだ。そう、それじゃもう行くのね。あ、明日の夜には沖縄へ立つ。でもまさかあなたが養護施設をやるとは思ってもみなかったわ。昔孤児だった俺に風間のおやつさんがしてくれたように、俺も子供たちの世話をしてみたいと思っていたんだ。あなたらしい選択ね。でもどうして沖縄に？ひまわりと縁の深い養護施設があっただけだ。前の経営者が亡くなった後面倒を見れる人間がいなかったみたいだ。俺に相談があったんだ。それで自分がやろうと思ったのね。元極道の俺にできる仕事なんて限られてるからな。ちょうどいい話だったんだ。沖縄か。いい場所ね。ああ、海辺の近くだ。お前も暇な時に遊びに来い。そうね。でもしばらくはいけないわ。どうしてだ？私も明日日本から立つの。え？海外に行くのか。アメリカよ。
今度警視庁に新設される部署の実地訓練があってね、そこの教育係として上から誘いがあったの。ねこの二人ね、極み2の時にね、すげえいいね、仲になったんだけど、恋仲っぽい感じになったのにね。何の仕事だ。言えばあなたはきっと止めると思うから話さないでおくわ。そうか、でもいいことだ。自分の信じた道を突き進むといい。その方がお前らしい。そう言ってもらえると思った。逆にあなたと別れるのは寂しいから断ったと言っても、きっとあなたは喜んでくれないでしょ。ふん、そうだな。でもまだ私には警察官としてやり残したことがある。だからアメリカに行って自分を試したいの。そうか。カズマ？これからしばらくはお互いの道を歩みましょう。まあそれでいい具合に戻ってくれたらいいけどね。何年か経って私の気持ちに踏ん切りがついたら、その時はあなたのところに行くわ。わかった。一緒に行こうよ。なんだよ、何年か経ったって、そんな心がりすに決まってるじゃん。結局この二人はくっつかなかったか。まあ仕方ないでしょう。佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。ガス切れか。どうぞ。ああ、悪い。返さないで結構です。差し上げます。あ一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと？私は来月付で4課から1課へ戻ります。極道相手の4課じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの1課じゃ吸えませんからね。昇進したのか。よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありませんよ。ん？今回の登場会と近江連合の構想、結局警視庁も府警も後手に回り、何もすることはできませんでした。それに加えて倉橋課長と尋問派の起こした警察内部の不祥事、警察としては大きな汚点を残す結果に。じゃあなんで一課に戻るんだ。口封じですよ。佐山君も私も今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進、本人の希望部署に転属させることで不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。とはいえよかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあそうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が。今後のカムロ町が。警察は今後東条会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのはある意味彼らでしたからね。なるほどな。で、何が心配なんだ。私はまだ極道を信じてません。もし東条会の跡目が桐生さんじゃないなら、またカムロ町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え？あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。カムロ町を去る前にやることはやってくはずだ。それじゃあそろそろ行く。明日行くって言ってたのに。ええ、そんな時間あるか。今日はカムロ町にでも行くの。ああ、カズキやユウヤたちに一言挨拶しないとな。それに。それに？どうしても一人話をしておかないとならない奴がいるんだ。登場会のことね。ああ、このまま行けば大吾が登場会の六代目を継ぐ。だが大吾はまだ若い。組まとめるだけの力が足りない。登場会を支えられる人間、誰か当てはあるの？俺と同じように昔からの登場会を知っている人間が一人な。なるほどね。けど堂島大吾に彼を飼いならすだけの度量があるかしら。あいつは誰にも飼いならされるような玉じゃねえよ。真島の兄さんだろ。真島五郎。要は彼が今の登場会に魅力を感じるか、それだけってことね。そうだな。彼のこと説得できるかしら。やるしかねえんだ。だから俺は今日どうしても真島に会う。
そして奴を説得する。殴り合うような展開にならないといいわね。まあそればっかりは分からんがな。気をつけてね。ああお前もな。なんか顔がやたらとリアルになったな。あの極みん時はどっちかっていうとあのバイバイ非現実的な CG モデルみたいな顔だったけど、こっちはやたらと超現実的な顔になったなって感じがしますね。まあでもこれがね、あのリマスターだからリメイクじゃないんで、当時のグラフィックをちょっと綺麗にしただけですから。おじさんとカムロ町を歩くのも今日が最後かもしれないんだね。その方がいいって絶対。そんなことはないさ、またいつでも帰ってこられる。キリュウちゃんの声ずいぶん変わったな。今日は思いっきり遊びたい。おじさんと一緒に遊びたい。ダメ？いや無理だって。わかった。無理だって。好きなだけ遊ぼう。スターダストでカズキとユウヤに会ってさ、マジマの兄さんとも会うんでしょ、工事現場にいる。しかも子供の教育に良くないよ、こんなとこ歩くの。キリュウちゃん、おじさん、ユウヤお兄ちゃんとカズキお兄ちゃんに挨拶しないとね。あ、そうだな、こっからだとスターダストが近いな、行ってみるか。さあ、うわなんだこの後ろのおじいちゃん、うわなんかすげえいっぱい来た。なんだよなんだよこいつら。んあ、なんでもこの前の騒動は東城会っていうでかい極道組織のトップの暗殺に端を発するアトムをめぐる内部抗争だったらしいぜ。違うだろ、俺は関西の極道が乗り込んできてカムロ町の支配権をかけて関東の極道と全面戦争したんだって聞いたぜ。どっちも外れたらあまり表沙汰になっていないみたいだけど、本当のところは海外の犯罪組織が起こしたテロだったってのが真相さ。マジかよ、実はすごく規模のでかい事件だったんだな。だいぶ情報通だな、相当バレてるぞ。うわこれちょっと操作しづらいな。やっぱ F1 がいかに優れてるかがよくわかるな。セレナ裏、ここは変わらないな。セレナは入れないか。いやこれちょっと動かしづれえな。下手したらここで終了しちゃうかもしれないな、1話で。戦闘までは行きたいね、でもね。あ、昼間から何サボってんだ、ユウヤ。あ、キリュウさん。どうしたその格好。ああ、店の片付けです。ほら、合流会の連中に店めちゃくちゃにされちゃったもんで。ほら、店のホスト全員で片付けしてるところです。合流会か。寺田、合田龍二が来たところだね。後輩のホストさんたちにやらせてサボってるんでしょ。いや、違うよ、はるかちゃん。まあ、今はちょっと一服っていうか。ふん、ところでもう傷はいいのか。ええ、俺は頑丈だけが取り柄っすから。もうバッチリっす。いて、まだ無理するな。ところで、和樹の様子はどうだ。オーナーはまだ塚本先生のところで入院中です。退院にはまだしばらくかかるだろうって。でも結構元気ですよ。そうか。実はな、ゆうや。今日はお前たちに別れの挨拶をしに来たんだ。え？別れてどういうことですか、キリュウさん。沖縄へ行くことにした。向こうの養護施設で働くことにしたよ。はるかちゃんも一緒にですか？うん、もちろん一緒だよ。はるかのいたひまわりとは縁の深い施設だな。ま、俺も養護施設育ちだし、子供たちの面倒を見るのも悪くないなと思ってな。へえ、そうなんですか。また寂しくなりますね。ま、遠い外国へ行くわけじゃない。会う気になればいつでも会えるさ。落ち着いたら遊びに来たらどうだ。そうっすね。じゃあ、今年のお店の慰安旅行は沖縄でってオーナーに話しておきますよ。ふん。あ、大歓迎だぜ。今から家族にも挨拶に行くつもりだ。そうですか。オーナーも喜びますよ。じゃあな、ゆうや。カズキがいない間お前がしっかりやるんだぞ。頑張ります。それじゃあキリさん、はるかちゃん、お元気で。じゃあね。ゆうやお兄ちゃん、バイバイ、遊びに来てね。ゆうや、じゃあな、ゆうや。カズキがいない間お前がしっかりやるんだぞ。頑張ります。それじゃあキリさん、はるかちゃん、お元気で。さあ、ゆうやにも挨拶が終わったし、ね、ちょっとあなた、なんだ、スターダストのオーナーのカズキくんが銃で撃たれて入院してるっていう話は本当？
心配で心配にご飯も喉を通らず30キロも痩せちゃったわ。和樹が撃たれたという噂か。うん、ただの噂だ。ただの噂だ。あ、そうなの。ほっ、でもじゃあなんでお店に出勤していないのかしら。まさかお店をクビになっちゃったんじゃ。オーナーはクビにならないと思うが。じゃあ一体何が。あ、心配だわ。人が多いな。カムロ町ヒルズの建設中止になったんだってさ。なんで。なんか建設現場で事件あったらしいぜ。それで工事してた会社も途中で辞めて引き上げたとかでさ。もったいない、せっかくあそこまでできてたのに。しかしあれだけのでかい工事の規模の工事を中止したら工事現場の人たちも数年分の仕事なくちゃ大変だろうな。それがね、真島組ですから。このストーリーを後追いで知れるのはまあ、くっそ足首ひねっちまった。おいおい大丈夫か。フラフラになるまで飲むからだよ。いてててて、確か太平洋西に診療所があったはずだ。そこまで連れて行ってくれよ。仕方ねえな。うん、今回徒歩のあれもなしか。ここはさっき潰れた話したやつだったよね。先日の東上会と近江連合の構想、これで完全にケリがついたのかの。わしにはどうもまだ終わったようには思えん。どういう意味だ。中途半端に叩いても報復を招くだけじゃ、戦争というものは徹底的に相手を壊滅させないといかんのじゃよ。人の恨みは何年何十年経っても消えん。いつの日か生き残った人間が東上会に復讐しに現れるかもしれんぞ。人群不安のようにか。オウムに反撃の危機を与えないためには、東上会はすぐにでも六代目を立てて組をまとめないといかんじゃろうな。組織のトップがしっかりしておれば、そうそう大きな構想など起こらんものじゃからな。大悟の支えになってもらうためにも真島に会って話をしなければ。これちょっと厳しいかもね。オートセーブがないのきついわ、やっぱり。なんだあった、また怪我したのか。こりゃ塚本先生も大変だな。いや、今日は見舞いできただけだ。ああ、あのホストの兄ちゃんか。あっちも結構重傷だったもんな。しかしあんたも相当な怪我してたろうに、もうピンピンしてるんだからな。一体どんな体してんだ。医者の腕がいいだけだ。うん、これはジャッジアイズのロストジャッジメントの方にちょっと良かったかな。ここに和樹お兄ちゃんが入院してるの。あ、和樹お兄ちゃんのお見舞いしたらいっぱい遊ぼうね。あ、そうだな。ちょっとそこのおじさん。ん、なんだお前ら。そんな小さい子を連れて遊ぶ街じゃないよ、ここは。お父さん子供連れていくなら遊園地とかにしなきゃさ。お前らには関係ない、さっさと消えろ。おお、怖い怖い。何この親父、超ムカつくんだけど。すぐに消えてあげるからさ、お父さん娘さんだけじゃなくて俺らにもお小遣いちょうだい。ほら、おとなしく出すもん出さないと娘の前でぶざまされちゃうよ。おら、聞いてんのか、このクソ親父。ガキどもが、今すぐ消えれば許してやる。さもないと怪我するぞ。なんやんのか、こら。おじさん、怪我するのはあんた。俺らをさせる方、わかる？さっさと金出した方がお利口だよ。口で言ってもわかんねえみたいだな。仕方ねえ。お前らの体に目上の者に対する礼儀ってもう叩き込んでやるぜ。かっこつけちゃって後悔するよ。ふん、後悔するのはお前らだ。来い、遊んでやる。用事もある理由に喧嘩売るなって、お前ら。顔ぐらい覚えとけって、鴨の町で暮らすんだったらさ。ねえ。四角連続ラッシュコンボ。あー、ちょっとやっぱり苦しいものがあるな。四角ラッシュコンボに三角で、フィニッシュブロー、入力回数フィニッシュブローが変わると。よいしょ。ポンポンポン。下はモード変更はあるか、今回は。極み2がね、やりやすかったからな。ちょっと苦しいかもね。一応やりきるかどうかは悩むけど。敵の近くで丸を入力すると掴むことができる。丸入力して、四角三角で打撃を加えられると。まあこの辺はね、もう竜がごとくシリーズ全部やってるからさ。ここまで012規定で3までやってるから、相当ね、やり込んでるよ。はい、敵同様につかめるのがあると。
掴んだものや四角や三角で武器として使用可能であると。ほい、今回あれはないのかな、ロックオンみたいなのが。あ、L1 か。ほいしょ、ほいっと、ほい、あと5撃、まだあんのこれ。瓶しか取れないんだけど、さっきからこいつを取らないと。いて、ほら、これ1本ビール瓶、ビール瓶単位しか取れないんだけど、これそれは困ったな。ほい、うん、ヒートゲージがあります。このゲージは敵への攻撃などで青いゲージが溜まっていき、一定以上貯めると体からオーラが発せられヒート状態になり、ヒート状態になったらさまざまなメリットがありますと。いて、ほいっと、ヒートゲージを蓄積、まだか。いや、これちょっと苦しいな、戦闘も。いや、だいぶ操作性といい、なんといい、ちょっと苦しいものがある。実はね、4もね、今のところ持ってるんだけど、どうしようかな、4。ヒートゲージでは、必殺技ヒートアクションを繰り出すことができる。壁際で敵を掴んでいるときや武器を持っているときなど様々な条件があるが、極みが出たら三角を使えと。ほい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 、壁際でヒートアクション、ほいよいしょ、うん、あと2撃よいしょ、壁際でヒートアクション、ほいっと、よいしょ、よいしょ、極みがね今回弱いって噂を聞いてんだよね。そうなのかもしれない、確かに。どこだ、よいしょ、よいしょ、ちょっとこれ苦しいかもな。経験値が左上のあれっぽいな、黄色いゲージだな。避難所はもういいよ。どうした、もう終わりか。ひぃ、ごめん、俺たちが悪かったよ。すぐ消えるから許してくれよ。消えていいって言ったか。すんません。ひぃ、もう勘弁してよ、おじさん。大体目上の者に対する口の聞き方がなってね、その口一度ぶっ壊してから直すしかないか。待って、すいませんすいません、もう本当に勘弁してください。あんまり大人を舐めるんじゃねえ。はい、すいませんでした。まあいい、消えろ。はい、さようなら。おい、お前ら逃げるぞ。助かった。どんな邪魔が入ったな、はるか大丈夫か。うん、全然平気だよ。よし、じゃあ和樹の見舞いに行こうか。うん。全然平気だよってどういうことだよ。はるかちゃん完全に行かれてるな。怖いよ、経験しすぎても。カムロ町から去るのか。ああ、もうすべて片付いたしな。ところで和樹の具合はどうなんだ。ああ、大丈夫だ。退院までにはまだ少しかかるが、順調に回復している。そうか。もう登場会の連中に挨拶してきたのか。いや、大吾も姉さんも今は組織の立て直しで大忙しだ。それに大吾が立った今、俺は登場会には必要ない。でもお前それじゃ、いいんだ。大吾には後で手紙を渡してもらうように、柏木さんに頼んである。ただ、ん?どうした?一人だけカムロ町を去る前に、一人だけどうしても会っておかなければいけない人がいる。マジマか。奴を大吾の後見人に?ああ、大吾の後目を他の直系組長たちに認めさせるには、マジマのような古参の大物がまず大吾を認める姿勢を示す必要がある。だったら先代のお前さんが一発かませば済むんじゃないのか。いや、それではダメだ。俺はすでに登場会から身を引いた男だ。それに、以前は登場会から命を狙われる立場だった俺だ。中には俺が潰した組もある。俺のことをよく思っていない連中も多い。それで登場会生え抜きのマジマか。ああ、直系組長の中に真島を飼いならせるような度量を持った男はいない。その真島が大吾に従うことが重要なんだ。なるほどな。で、今から会いに行くのか。ああ、すまないが俺が真島に会いに行っている間、遥かを預かっておいてはもらえないか。ん?あのお嬢ちゃんか?わかった、構わねえぜ。すまない。さあ、和樹。具合はどうだ、和樹。キリュウさん。あ、キリュウさん、見舞いに来てくれたんですか。だいぶ良くなりました。ただ先生には退院はもう少し先だということだそうです。そうか、でも元気そうで何よりだ。ええ、ありがとうございます。
あのね、和樹お兄ちゃん、今日はお別れを言いに来たんだよ。キルさん、またはるかちゃんとどこかよその町へ。ああ。合流会や人言派との一件も片付いた。大悟も、登場会の頭として覚悟を決めたようだしな。俺の役目はもう終わったよ。私たち沖縄に行くの。沖縄へ、また随分と遠くへ行かれるんですね。ああ、沖縄ではるかと一緒に養護施設で働くことにした。そうですか、寂しくなりますが頑張ってください。うん、ゆうやもそう言ってくれたよ。ゆうやお兄ちゃんがお店の旅行を沖縄にしようって。店の言わん旅行だね。うん、確かにそれはいいアイデアだね。きっと来てね。うん、ゆうやたちと一緒に会いに行くよ。さて、ありがとうございます。キリュウさん、いろいろとお疲れ様でした。私がこうして生きていられるのもキリュウさんのおかげです。いや、カズキ、お前には迷惑をかけた。お前を巻き込んでしまったのも、俺や登場会が原因だ。先代として詫びさせてもらう。本当にすまなかった。いえ、とんでもありません。キリュウさんがいてくれなかったら、このカムロ町は大変なことになっていましたよ。私も風間さんがご存命だった時から、この町で生きている人間です。風間さんやキリュウさんには本当にお世話になりました。どうぞお気になさらずに。俺こそいろいろと世話になった。礼を言う和樹、ありがとう。いえ、ではお元気で。あ、早く元気になってね、和樹お兄ちゃん。ありがとう、はるかちゃん。元気でね。じゃあね。うん、じゃあね。うん。元気でな、和樹。キリュウさんも元気で。またな。おじさん、町場のおじさんに会いに行くの？あ、カムロ町サルマに会っておかなければならない。私も一緒に行っていい？いや、町場の兄さんとはさして話があるんだ。はるかはここで待っていてくれ。そう、もう行くの？私もう少しおじさんとカムロ町で遊びたい。ここで待っていてくれ。はるかちゃんとはね、行動できないんだ、残念ながら。時間の制約というのがあるからね。町場に会え。さて、マジマの兄さんに会いに行くか。おそらくカムロ町のどっかにいるはずだ。その辺にいる組の者に聞くしかないな。まあ、この動画出してる頃にはね、もうあれが出てるからね、極みの、維新極みが出てるはずなんで、だいぶね、そっちの方が盛り上がってるんじゃないかと思いますが。このカムロ町ずいぶんなんか違うな。おいおっさん。ん？さっきの駅か。まだ何か言うか。相変わらず余裕ぶっこいてんじゃねえよ。先輩、こいつっす。こいつか。俺の可愛い後輩を可愛がってくれたってのは。おっさん、終わったな。この人は俺らの先輩でこの辺仕切ってる。風間組の人間だ。どうだ、ビビったか。先輩、こいつビビって声も出ねえっすよ。どうしておっさん、こいつらだけの時は随分男前だったらしいじゃねえか。こいつらの落とし前きっちりつけさせてもらおうじゃねえの。ああ。まあ俺も風間組のダイモン背負ってる身だ。素人さんに手出したとあっちゃ格好がつかねえでな。まあおっさんが誠意を見せてくれんなら、俺の顔でここはチン、穏便に済ませてやらんでもないぜよ。何笑ってんだこら。落とし前、組のダイモンだと。笑わせるな構造。相手がどこの誰かも分からずに組の看板持ち出すんじゃねえ。命がいくつあっても足りねえぞ。何？だと？お前のためにくだらねえ喧嘩はしねえでおいてやる。とっととここのか、とっととこのガキども連れて帰れ。何？風間組舐めてんのかこら。お前にやる理由がなくてもこっちにあるんだよ。ぶっ殺してやる。逃げんなよおい。いや、ちょっと龍が如くシリーズはこのパターンだからね。L1 を入力することで前方に対して防御ができますと。側面背後からの攻撃は防御できないので注意してくださいと。お、攻撃してこいよお前ら。よいしょ。オッケー。 R1 を構えると構えることができる。構えながら左スティックを入力すると、あ、ロック、あ、そういうことか。これでロックできるのか。はい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 。おいおい、おい、秒単位かこれ。オッケー。バツを1回入力すると素早く移動する。すげえか。そうだ、こんなんだったね、そういえばね。ほい、オッケー。素手の状態で最も敵の体力を減らせるのは四角でのラチコン持ちに三角を入力するフィニッシュブローです。この最新案で資格の入力数によるフィニッシュブローの内容や効果の変化をぜひマスターしてください。そう、こけた時に攻撃ができないのつらいな。よいしょ、よいしょ。1、2、3。2回目でぶん殴るのも悪くないね、これね。
これで結構吹っ飛ばせるもんね。1、2、ほら、はい、すべての敵を倒してくださいと。いやこれね、 RPG のさ、龍が如く7にすればよかったな。戦闘がね、7はね、自動モードがあるから。いやでもちょっと龍が如くシリーズをそもそもね、プレイするのもね、どうかな。1話で止めとくのもありやな。もう如くシリーズをこれ以上やるかどうかってところがちょっとね、あれだね、そっちの方を考えなきゃいけなかったかもね。よいしょ。確かにイージーでも敵が強いかもね、これね。敵が硬い。戻りません。どうした？俺からけじめ取るんじゃなかったのか？ぐっ、クソ強え。やめろ。これくらい何やってんだ、お前ら。うちの島で騒ぎ起こしてんじゃねえぞ。兄貴、助けてください、この野郎が。ん？ヒロシじゃねえか、なんでやられたのか。そうなんです、この野郎が風間組に喧嘩売ってきたんです。おいおい、喧嘩売ってきたのはお前らの方だろ。うっせえ、てめえ。あ、4代目。お疲れ様です。ん？え？ん？バカ野郎、てめえら前さしねえか。この人は登場会4代目会長、キリュウさんだ。え？え？お疲れ様です。お前、風間組の者か。はい、風間組でお世話になっております。アジキです。ちょうどいい。お前、マジマの兄さんの居所知らないか。マジマ組長、あ、いや、失礼。今、マジマのおじきも、登場会を脱退して、建設会社はマジマ組の社長さんなんでしたね。マジマさんでしたら、ちょうど今日、うちの親父とお会いになる予定でした。また、まだ風間組の事務所にいらっしゃるかもしれません。そうか、風間組へ行ってみるか。あの、4代目。なんだ、こいつら4代目に失礼なことをしたのでは？なんでもない、心配すんな。ただいろいろとしつけは必要そうだがな。本当ですか？なんなら縁故詰めさせますが。やめておけ。まだ若く世間知らずな連中だ。今日のことで少しは懲りただろう。ま、お前がきっちり教育してやるんだな。わかりました。きっちり教育しておきます。じゃあな。お疲れ様でした。さて、一定以上の経験値が貯まると、ポーズメニューの能力強化画面で能力強化が行える。経験値は敵を倒すだけではなく、サブストーリーをクリアするなど様々なことで得られますと。お？スジムが俺のことを知らねえとは言わせねえぞ。挨拶なしで取れるほど極度は甘くねえぜ。え、なにいきなり、おい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 。はいはい。山内さん。菊池。よいしょ。割と勝負すぐつくな。おい、おい、おいしょ、おいしょ。やられる時のエフェクト長えな。つえ、まさかあんた直近組織の人間か。これをお詫びです。勘弁してください。はい、戦闘ごとに喋るパターンじゃないよね。真島の兄さんには向こう情報屋がいつもいるとこだけど、あ、だいぶ狭くなってんな。ああ、ここで電話ボックスか。どうしような、真島の兄さんに会う前にもうセーブして終了する？まだ始まって、もう49分経ってるから、ちょっと音量のバランス等もね、確認したいんで、じゃあ今回ここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたしますと言いたいところだが、こいつとだけ話しとこうか。割り、暴行の集合場所どこだったっけ？え、ミレニアムタワー前、それどこにあったっけ？え、何？太平通り。おう、わかった。じゃあ5分くらいでそっちに着くわ。勝手に移動したんで待っててくれよ。もしもし、聞こえてる？ミレニアムタワーね。ミレニアムタワー爆破されたんじゃなかったっけ？よし。じゃあこれね、終了いたします。ちょっと続けるかどうか怪しいけど、まあ、条件整ったらやるかもしれないんで、条件次第でプレイしようと思っております。はい。ということでですね、今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。